はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずようやく第1章に入ったところですね。あ、イデア死んでるな、そういえば。ユーどうしよう、フェンサーにしてみよう。うん、アビリティはどうしようかな。まあ戦技をちょっとつけときましょう。で、サポートアビリティはダウジングと物理攻撃アップ。イデア死んでるけど、ジョブチェンジできるのかな。イデアをちょっと魔導士系に育てるか。そうするとビショップ、これでようやく回復魔法が使えると思ったけど死んでるけど。アビリティは精霊魔法。サポートアビリティは何も覚えてないのかな。ダメージ分散って何。ちょっとやめとこう。マグノリアをどうしようかな。マグノリアは、マグノリアはチャリオットにするか。いや、マグノリアはすっぴんでいこう、また。よし。で、ティズがチャリオットでいこう。三刀流を覚えたって言ってた気がするんだけど。とりあえずなんか回復したいから、神聖魔法を覚えさせとこう。三刀流がある頭スロットに武器を装備できる。やってみよう。頭に武器とんでもねえな。頭、バレルヘルムか。何装備しよう。なんかこれ強そう。司祭の杖の方が実際攻撃力は高いのか。魔法防御も上がるし。じゃあ頭にこれどういう感じなのこれ。そしてフェニックスの方がないから、イデアは蘇らせらんない。うん、そうだよな。しょうがない。これで行きましょう。とりあえず一旦戻ろう。こっちなんかあんのかな。お、近道で行ける。早く帰って早く寝たい。敵が出てきた。おお、オオカミ。夜だから違うのか、敵が。弱い。今2回当たった？分かんなかったな。ミスター、経験値は少ないっすね。とりあえず寝かしてくれ。止まる。お金がだいぶあるな。3900円。ちょっとアイテムを買いましょう。アイテムを、フェニックスのは5個くらい。ポーションはどうしようかな。とりあえず3個くらい買っとこう。で、10個。回復魔法が使えるようになったからな。魔法の買い忘れはあるかな。 OK、大丈夫だ。あと武器。なんか上がるのあるかな。ない。これは両手持ちだかんな。魔導ローブとかは？おぉ。イデアが上がるな。ティズも上がるな。二つ買っとこう。で、装備を交換。おすすめ。おすすめ。おすすめ。ラメラーアーマーになっちゃったよ。せっかく買ったのに。よし。じゃあこのまま。街の人たちの話は聞かなくていいかな。一応このマップ上でも宝箱があと4つ残ってますね。全然取った記憶がないんだけど。うわ、なんか敵が変わってる。スライムになってる。スライムも雑魚敵っぽいけど、そこそこ強い。結局1かよ。雑魚は雑魚だった。これ森の中また通らないといけないのかな。いやー、もうこれはリピートでいいでしょう。この雑魚敵はちょっと無視しよう。エンカウント率を下げればいいんだ。ほい。サクッと行きましょう、もうここは。あ、反対側に出るってあんじゃん。早い。土の中を潜ってった。
ゲッターライガーみてえだな。これでエンカウント率をちょっと戻そう。はい、オッケー。さあ船で新大陸へ。へえ、ここが、なるほど。あの、この日、子供の頃のことは。何それ。こいつ偉そうだな。そういう意味みたいな感じになってる。イデアが、いや、いや、じゃあもチャンバラよ。グッドグレイ。そうみんな、そうだ船だよ。いきなり行って乗れんの？チケットとか持ってないと思うんだけど。マイセット、うん、まあいいや。全員ウィザードに切り替えてマジックパワーが切れるまで魔法無双する。なんだそりゃ。さあこっちか。なんかしょっぽい船だな。毒消しを手に入れた。なんで。適当に押してたら。これはこれは、ゼネオルシアのお坊ちゃま。船に乗りたいんだよ。すみません、船ですか。実は帝国のやつらに全部壊されちゃう。さっき浮かんでたじゃん、2隻くらい。そうですか、泳ぎましょう皆さん。無理だよ。気合でが、そうよ、ならないよ。相変わらず賑やかだな。あなたは師匠。生きて。師匠、うん、お初にお目にかかる。そう、師匠、私。それにしてもどうして上泉さんが広告の危機を風の噂に聞いてな。こいつの乗ってた船奪えばいいじゃん。我が弟子もありがとうございます。ただそうなんです、アンズルナ、私が乗ってきた。あれ4人乗れんの？明朝出発するとしよう。はい。あ、そうだ、この目で見ておきたいんだ、ティーズさん。とりあえず大聖堂へ行けってか。これ使えないの、この船。大丈夫そうな気がするんだけど。ダメなのか。大聖堂ってどこだ。こっちか。この急な階段も一気に駆け上がる。すげえ足腰してんな。これ魔法とか買い忘れないよな。あったっけ。うん、全部買ってある。魔法は買っていくシステムですからね。ちょっと買い忘れがあるとめんどくさいんで。あいつ死んだふりしてむくって起き上がったのか。そうすると、怪しい。大沢君、あれ、あれからお一人で浮遊場を立って。大沢君生きてたの？大沢君こそ。はい、ジャンさんが味方。それでいい。逃げ切れたというより。なんだ、僕はここに戻ってくる。そうだったんだ。ニコライさんも裏切り者なんだよ。ニコライさんは、うん、俺大沢君たちを先行させたのも。ニコライ殿まで抵抗。栄えある聖教騎士。みんな、でも法王様、生き残った騎士はたったこれだけ。まだ終わってない。ユウさん、だって死んでしまった仲間。何度だ。そうでした。そうだな、早っ。ここから始めよう。ユウさん、僕らありがとう。三重士はもうアニエス様を助け出す。ならば我らはこのガテラテを。それがたとえ帝国が再び襲い来ようと。いや無理だろう。次こそは必ず。どうしてそんな自信が持てるんだこいつら。聖教騎士団もアホですね。これで終わり。特にティーズとか何にも絡んでないんだけど。ユウ、なんだか懐かし。あ、アニエスもね、フローエルでは親友への思い。確かに懐かしいかもだけど。
いいえ、素敵でしたよ。人の意志諦めさえしなければ、そんな優の前向きさ、そんな、なんて言ったってアニエス様。あ、そのあのイデアはどうかわからないけど、You're as red? マグノリアマ、さあ、このイベントは何か意味あったのか。そのまま宿屋で寝ていいんじゃないかな。家には帰らないんだこいつ。家でゆっくり休んだ方がいいと思うんだけどな、宿屋より。あ、家？この黒い料理は何？イカス、イカスミのスパゲッティにですよ。イカスミのスパゲッティか。い、そう、イカ。イデア、歯真っ黒だよ。ティズも負けずに。ビミー。うん、そうだね、イデア。この今ので言っていることは、うん、なんとなく。さす。なるほど。後でレシピを。お。美味しいもの。というわけで俺は、その名も、みんなチームワークはバッチリ。ちなみにネーミングに関して気に入ってないっつ。わ勝手に人の部屋に入ってくんな。つい昔の癖が出ちゃう。学者を目指して。そんなにおい。でも記録、私え、ちょ、ティーズさん。おい、僕も参加しよう。え、あ、ズル、あおわございますよ、アルフレッドさん。決まりだね。じゃあこれ、うん、てかこいつら例によってこの格好で寝るのか。よし、行くぜ。いよいよ出発だ。挨拶はしない。さて、海へ向かって上泉の船を。どれだ。やっぱりしょぼいボートだ。上泉も一緒に乗るのかな。え、これが確かに船。いや、船だ。そうだ、船だ。バカにするな。師匠は船だ。あ、よし、ルクセンダルクの船は。いやいやいや、これで問題ない。大波が来た時はどうするんですか。問題、まあまあ、神なに、案ずるな。ほら、さすが神泉。私はこれに乗って、こう見えてそうたやすく沈む船ではない。まあ、あの、師匠、剣の修行で諸国を旅する中で拾った猫だ。椿と名付けた。椿よ、お前も。まあ、結構のぶとい声っすね。というわけだ。何が、という、大丈夫なのかな。でも、皇帝陛下、なだらけス大陸に入りましたわ。うん、ここまでは順調といったと。ええ、これより我々のけ、うん、片方は。はっ、何こいつら、結構信頼されてんじゃん。もう一つの羅針盤に。各地に兵を送ってございますわ。ユウはどうする。きっとあいつは追ってくる。すでに手は打ってある。しかし、かのようなものに。その言葉否定する。暗殺のプロ。あれは、ユウたちは自分が殺されたのにも。きそうであろう、ビス。マジかよ。お前たちはユウのことなど気に。ああ、心得ました。漕ぎ船、乗り降りするときは港か砂浜で A ボタンだ。 OK OK。おお、深いところには行けないのか。とりあえずこっちへ行ってみよう。っ
敵出んのかな。宝箱残り28個ってこういうとこはいけない。しかも U がこいてるし大変だな下っ端は。ああ敵出てきた。おお痛い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 硬っ。んー魔法を使った方がいいのかな。てか全然通せねえし。リピートを解除する一回。戦う。で、こいつは神聖魔法でライトニングだな、海だから。よし、これでいこう。ライトニングを使う前に、カニが死んだ。カニだかなんだかわかんないけど。フェンサーが強いんだかいまいちわからないな。あーこれなんだ、渦潮じゃん。いけなーい、こっちに結局無駄足だったか。おとなしく次の大陸へ行けってか。なになになにライトニング砂嵐みたいなやつ。結構強いな海の敵。シザーシールドライトニング。こいつパワーもある当たってねえし。しかし今はビショップがいるから回復ができる。ヒール 30% パーセンテージ系か。これは結局一晩かけて戻ってきたんだけど、まあとりあえず普通に行くか。どっちだ、上陸できるところがないな。どこへ上陸する。ここは上陸できない。こいつらずっと船に乗ってるけど。あ、待って待って、リピート解除。完全にもう攻撃したりこうブレイブブレイブで、まあ、ライトニングが3回くらいにしとこう。マジックパワーが減っちゃうから。あ間違えたこれで一旦で仕留めたい。よーし、堅牢のバイソン。何堅牢のバイソンって。ちょっと見てみよう。堅牢のバイソン。え、戦技なの？剣技。堅牢のバイソン。バイソンの構えを取る。ああ、防御力アップか。あ、劣化のウルフは攻撃力アップってことね。なるほどね。オッケーオッケー。なんかアニス様が言ってたな。お話を聞こう。南西か。おとなしく話を聞いとけばよかった。そしてまた夜が明ける。この船の中で何泊してるんだこいつら。ほい。おお、2回攻撃だやっぱり。お、倒した、強い。フェニックスの方だ。レイズ系がまだないから、死んだら完全にアイテムで回復させないといけない。このあれなんだっけ？なんか前もあった気がするけど、すっかり忘れちゃったな。目的地書いてあんじゃん、よく見れば。地図に。さあ、ここで上陸できるかなと思ったら敵が出てきた。またこのカニどもか。もう俺の敵ではない。くらえ。うわ、2回目の攻撃力が弱い、やっぱり。ライトニング。
お、なんだなんだ。な、なにこれ。まだ。うん。あや。なんでさっきから私んところばっか。変わろう。わわわわ。そうだ。自制を。俺たちはこうやって水をかき出して。大変だな。ああ。前方に高波。マクシャンちゃん。だって。つ。そうよ。一丸となって困難に立ち向かう。てか月だと酸素もないだろ。なるほど。よし。マグノリア。俺もか。私も負けない。うん。傷。あら。あ。何？もしや敵？おっしゃかなおし。ああ、あれは釣り。こんなところで釣。おい、君。な、うちは飼い猫がいっぱいいてにゃ。ほう、君も猫好きか。って、なに？そう、猫、うん、にゃんと。うん。つばき。名はつば。広い猫だから定かではないが、スコティッシュ。師匠、どこ？スコティッシュ。なるほどにゃ。うん？どうしたつばき？敵だ。おお、燃えてる。え？危ない。師匠。なんだこのプレッシャー。プレッシャーを放つ猫。猫使いか。かわゆいかと思ったら。あれ、こいつが操ってんじゃないの？何だったんだ。危ない。つばき。峰打ちだ。何だったんだ。師匠。深い傷が深い。マジでこの猫超強いじゃん。まずいぞ。だったら学園都市イースタンタール。神泉弱いな。猫ごときにやられるなんて。ここかイースタンタール。その前に敵が出てきた。あれ、帝国兵がいる。なんでだ。占拠されてるってことか。おら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 。よしよしよし。では無事イースタンタールに着きました。ここはあれか、体験版であった街だな確か。あそこは宿屋だよみたいな会話をしてるっぽいな。あっちの方に学園の寄宿舎があったはずです。寄宿舎なの？宿屋に泊まろうよ普通に。そこで上泉さん、よく知ってる。ここ。なるほどね。なんか変なやつが来た。いって、こらこの五つ星の丸々様の行く手は。なんだ、星なしか。何星って。道理だ。ビビって口ご。まあいい。謎の制度だ。そうだね。この町の人々は星の数によって彼の被っていた帽子に星印が5つある。なんかドラえもんであったような話だな。つまり彼は五つ星、かなり上位のランクって。ああ、あれが。ああやだやだ。え、そ、さ、サミ。魔界大冒険だっけ？星の数。とりあえずセーブしよう。友達が少なくてお困りのようだ。頼む、紹介してくれ。コム太郎。うん、友達になりたい。今ので友達になったの？他に用はない。寄宿舎に泊まれば勝手に回復するかな。あれ、あいつじゃん。もう名前忘れた。椿。椿があんなところを歩いている。何匹いるんだ椿は、この世の中に。おい、休ませてくれ。
おお。まあ裏切ったけどね。お久しぶりですマーサさん。神泉結構やばいぞ。あら、あ、この人は寮母のマーサです。それが、まあ、はい。てかヒールで回復させるよ、ヒールで。これ、あとはしばらく安心。え？よかった。寝ちゃったの？ありがとうございます。いいのよ。あ、そうだった。ええ。街で情報を集めよう。情報を集めんのか。めんどくさいな。あ、またいる椿。この街には椿がいっぱいいる。兄ちゃんたち知ってる？知らん。とりあえずメインがここにある。この寄宿舎の出身？うん、4年間ほど大きな学園都市だからね。へえ。ここはが、もちろん人も物もというと、ですね、お店とかも本屋に。へえ、そうそう。ねえねえ、いわゆる一般教養をはじめ、めっちゃ勉強してんなこいつ。スポーツ根性学、根性学なんてあるのかよ。軍事酪農学、その割には弱えなこいつ。はい、すごいな。でも勉強は嫌いじゃなかった。 You like stuff。そんな人が意外だね。なんで黙る、このインテリオ。なるほど、ユウを学者に育てようかな。じゃあ珍しいな、主人公が魔導士系って。フェンサーになってるけどね。まあいいや。しかも回復してないし。宿屋、宿屋行けない。情報を集めろってか。とりあえず武器屋。なんかいいの売ってるかな。ブロードソード、お、強くなる。高いな、500円か。これ1本使う。どれが一番強い。52。まあ、これはどうせ両手でしょ、弓だから。野立ち、ブロードソード1個買おう。でアックスを1個買って、イデア、グレイブか。ウィザードロット。魔法攻撃力が上がるからな。魔法攻撃力重視していこう、こいつは。ほい。で、マグノリアはすっぴんだからな。弓強い。弓ちょっと装備してみようかな。なんか言ってる？ああ。オッケー。超金減った。レギオヘルム。鎧、リングメールにしよう。基本的にな、魔法防御も重要そうだからな。これにしようかな。アカデミアガウン、これ4つ。うわ、これも金がない。200円になっちゃった。金が全く足りないな、これ。ほい、ほい、ほい。いや、マグノリアはね、弓にしたいんだよ。OK、両手持ち。で、OK。あれ？ブロードハックス、なんでだ。命中が低いのか。確かにこのゲームもともと命中が低いからな。まあいっか、これで。今のさっきの五つ星野郎じゃない？あ、あい。やい、お前、三つ星。あの子は。ユーノ。うん、学生時代。俺様の家はこのイスタンタールの、その俺様の。何を？あ、リーファー。な、逃げた。仕方ない、他のやつを探す。ぐぐぐ、ううあれが五つ星って。本来は習得した知識の深さを表すものなのですが、彼の場合は家柄か。家柄？金だな。お金持ちの家なら学園に。それって、まあね、星を多く持つことだけを。そういうもの。そう、リーファはきっと学童にいます。君は いくつ星だい？みんな忘れちゃってんのか。君はいくつ星だい？
お、ケアルがある。ファイヤーブリザード、クリアランス。おお、デフォルト中ダメージでヒットポイントを回復する。なるほど。トルネード、風。ソイル、土。フィジカルアップ。今度ここら辺のジョブが手に入りそうだな。これあれだな、赤魔導士っぽいな。これ黒魔導士。あ、ケアルは白魔導士か。オーケーオーケー。精霊魔法とはまたちょっと違った感じっすね。まあ、いずれにせよ金がないけどね。あれ、どこだ？こいつか。よう、いじめられっ子。いくら五つ星だから、あの人とは。リーファー、お久しぶりだ、アルマーズ。うわわわわわ、ウェイウェイウェイ、あなた、これは恋のライバルか。初代ユウ先輩のことを。ユウのこと、マルマールのやつ、その落ち着きなって。まユウ先輩は五つ星なのに、どんなに同じ五つ星でも。へえ、ユウも五つ星だったんだね。星は何個まであんの、ところで。ところで、私でありますか。魔王の研究。魔王、え、なんだい、ま、それではご清聴、魔王といっても、ところが、空の彼方から巨大、世界各地に被害を及ぼしたその以来、イスタンタールで。なるほど、そんなことが起こってたのか。 それで、この一年間、なんだ、魔王、神話に語られる、もしも何かの。じゃあ、その魔王が。はい、とんでもなく危険なところで。なるほど、だったらみんな少し寄り道になっちゃうけど、リーファの言う通り、研究もしたいし。うん、わ、どこへ行けばいいんだ、その魔王とやら。いきなり魔王と戦うのか。この世の中は大変だな。魔王がいたり、帝国がいたり。さあ、魔王のところへ案内してくれ。ねえねえ、ユウ、名物ですか。学生の数なんて名物だね。あ、図書館はすごそうだな。そんなこと聞いてて、だから。よくはありません、学生の町、つまり片手飯。ほら、ああ、片手でた、そのと、持ち運びが便利なおむすびやサンドイッチ、カレーライスや麺類なんかも人気です。片手で食えるか。ほら、あ、残念だね、イデア。ネバつくような。お、なんか感じてる。イラッとくるこのニュータイプか、こいつは。仕方ない。ぐぐぐ、いなくなってる。ああ、いるし。こ、うん、あの、ビリ、ああ、あれは。これ精進せよ、さすれば報われ。怪しすぎる。カプカプだ。マグノリア、袋、このズダ袋は何？カプツール、あと手紙。カプの協力者に次ぐ、カプツールを駆使し、カプカプを、カプカプを出荷して、カプを得、カプツールをグレッ、より多くのカプカプを作り続けるのだ。あ、何言ってるのか。ま、4人でぬいぐるみを作れと言ってる。いいですね。いいか。How dreadful。全くなんだかよくわかんないイベントだったな。カプカプメーカーとは、いわゆるながらゲーってやつだ。テレビを見ながら、はあはあはあ。すげえ、3DS を開きっぱなしにしておいて資産がどんどん増えるのを楽しもう。カプカプという謎の生物のぬいぐるみを作って売って資産を増やすのだ。おお、すげえ。
とんでもねえシステムだな。お金はあって困らないからな。むしろ今金不足だし。カプカプ作ろうぜ。まずは4人の作業を見守ろう。基本的には4人を見守っていけば次々とぬいぐるみが完成していく。はあ。で、売却すると。目指せ資産1兆カップ。スタート。あと16秒、15秒。ちょっと待ってみようか。短いんで。なんか作ってるね。完全に内職だな、これ。同時生産数は1個。単価50カップ。所要時間20秒。レア率 4% って何？ 4% の確率でレアができるの。あ、1個できた。カップ。50カップ。差し入れって何？まだ何にもできないか。これは？わからない。今終了しよう。じゃあこれは開いておくってことね。新しい道具を買おう。良い道具を作れば一定時間作業能率が上がるぞ。お、なるほどなるほど。左下の矢印からショップ画面に入っていこう。カプカプメーカー中級編。道具をチェンジ。ほんほんほん。差し入れでフィーバー。まあいいや。とりあえずこれは何これ。作業報告。50カップ。利益50カップ。まあいいや。これはじゃあ、終わってる時にやりましょう。あとはどこへ行けばいいんだ？特にって感じだな。話す。豚がいる、豚。ブヒーヒーヒー。え？何これ？え？ワープしたよ！マジで？すげえ！帰るつもりなかったのに。サブシナリオについて。ほんほんほん。あ、アスタリスク。欲しい。悩めるイデア。で、ちょっとこっち来ちゃったよ。豚を探せ、豚。ワープ豚と名付けよう。あ、基本的に入り口の近くにいるのか。イスタンタール。宝箱はだいぶ残っちゃってるな。で、逆側に出るのか。結構遠いところに目的地があるな。反対側から出ないとダメかな、そうすると。じゃあちょっとあの青いところに行ってみましょう。どこだ、このオアシスか。おお、ここはもう完全に帝国兵がのたばってんな。行ってー。ライトニング、お、強い。ちょっと回復させとこうっと。そりゃ寝てねえや。寝よう。ちょっと戻ります。寝て全開させる。どうせアスタリスク所持者と戦うんでしょ。アスタリスクを奪うってことは。宿屋宿屋。よし、じゃあさっきの砂漠へ行きましょう。ここら辺のフィールドの宝箱ってどこにあんだ。残り28個って。超いっぱいあんじゃん。まだなんとなくセーブしとこう。よし、体験版だとここにディローザがいたんすよね。赤魔導士。お、水がないのか。あれ、ジャッカルじゃん。シーフのアスタリスク所持者、盗賊ジャッカル。元は広告の手先として盗賊団を率いていたが、イデアとの戦いに敗れ姿をくらました。これ誰が喋ってんの。常に苛立った言動で恐れられているが、人には知られていない意外な一面があるらしい彼。果たして今は何をしているのだろうか。おい、ババ、そっち行くんじゃねえ。
ちょっとあんた、まだそんなひどいことしてんの？そっちはリュウサで会う。ああ、なんか言ったか。なんだ、見ての通り、今クソ忙しいんだ。え、リュウサが来る。やっと落ち着いた。ああ、だ。オアシスに来た人たちが、あの人たちはみんな水を求め、まあな、以前に比べりゃ水の値段もあん、だが今度は地下水脈の枯渇、枯渇してるんだ。今年に入ってもう3つのオアシスが砂に、水源玉がずれちまったのかもしんね。水源玉。ああ、ここら一帯で固、ま、おとぎ話みたいなもんだろうな。すげえな、水がどんどん湧き出るのか。水がこん、おい、大の大人が横入りしてんじゃねえ。はい、大した親分ぷりじゃないか。砂漠の自警団だとよ。ある人がな、シビどもを町で引き取ってくれて。だからそっちはリュウサだって言ってんだろ。ごめん、古文なんだ、あんなやつが。クレイジー。水源玉か。イスタンタールにだったら戻ったら、え、いろいろ調べないとダメなの？泣いてんじゃね。なる、オアシスが枯れかけて水不足。オーケー、その水源玉をやればいいんだね。じゃあ今度こっちか。おお、敵。あれ、ミイラ女がいる。これはちょっとあのサンダーより二次系の方が良さそうな気がするな。強いな弓、やっぱりライトニングも強い。レベルアップ。まあライトニングも強いからめんどくさいし、これでいいか。じゃあとりあえずこの水源玉のイベントを進めていきましょう。こっちか、サブって書いてある、サブって。あ、いるいる、ディローザじゃないの。ちょっとあんた、今度はこのイスタンタールを解く。おやおや、いろんなやつが出てくるな。アスタリスク所持者、赤魔導士フィオーレ・ディローザ、元は広告軍ブラッドローズ特務隊の隊長だったが、色男で本心では女性をどう、果たして今は。ちょっとディローザ准教授に何をするんです。え、飯でもどうだい。物騒な構え解いてくんないかな。飯はおごりだぞ、准教授なんだから。だから本当なんだって。普通に食ってんな。学内を適当にうろついて諸子や研究。そんなことで准教授に。まあ、もともとそっちの知識はゼロじゃなく。ま、それだけ奴から引き継いで俺が提唱したドリームエナジー。こっちも同じ。どうぞどうぞ。どんな学生。辛いの。ドリームエナジーとは、他の化石燃料とは違って大気を。理論上はな。生成後は常に一定の力を放出し、理論上錬成時に非常に不安定になり、制御を誤ると、とここまで。理論上はで、ああ、所詮この世の争いのほと、そこにドリー決して枯渇せず、そうすれば教団やかの聖騎士様が思い描いたのとは。だからさらなるこの町に来て研究三昧の一年。あ、ところで君はこの人に。先ほど言ったように錬成の安定には大量のまみ、しかしこの砂漠の国に。なるほど、そこで水の玉が出番ってわけだ。他の国でならいざ知らず、意気消沈していた僕を。あ、そろそろ始まるみたいですよ。そうしようか。おっと、結構です。え、そんなお金ないよ。言う、おね、はい、とにかく
まあ金は減ってなさそうだからな。またこいつここにいんのかよ。で講義を受けると。講義なんて受けたくないけどな。この水源玉こそが、そして大陸を。おっと、古い職に案外よ。どうやら水源玉は、まった。講義なんて学生じゃないのに聞けんの？砂漠の製法。なだらけはすな。結構お使いイベントだなこれ。めんどくさいぞ。なんかダッシュできないのかな。ダッシュ上から出んだっけ。あれまたあっちかよ。要はジャッカルのところに行けってね。いいか、本格の驚き。きた！ふた！三つ、四つ。お。熱心だね。そ。何よ。うるせえ。水源玉について。水。実在していたみたいです。髪っきりじゃん。ほら、あんた。そういう、あの遺跡の中は、あっ、地盤が脆くて大したお宝もなくてな、探索すんのもアジトにある椅子んとこ。盗賊のアジト。なるほど。お前は来てくれないのか。アジトってどこ？こっち？よし行くぜ。なだらけ水石レベル11から15足りない。レベル上げをしよう。というところで、じゃあちょっとレベルを上げをしてから次回なだらけ水石をやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。